20。うちの牛乳すっげえ評判なんだね。元気になるって。
母ちゃん、うまそう。あ、ちょっとだけな。犯罪だぞ。なんだ。お母ちゃんごめん。全部飲んでしまった。いいんだよ、美味しかった。犯罪的によかったね。ごめん。また取ってたの？返す。せっかく取ったのに。こんなんじゃ薬も買えねえ。お母さん死んじゃうね。お母ちゃんの元気になる牛乳全部飲んでしまった。どっちにしろ手遅れよ。やっぱりそうなのか。運命、悲しいことじゃないよ。どうして涙が出る？見てあげる。どうして涙が出る？逆らうから。逆らわなかったら僕は壊れてしまう。でも大丈夫。壊れたらどうなるんだ。それでも先に進むしかないのよ、未来に。お母ちゃん、ない未来。もう手遅れだから。取り乱してごめん。待ってたのに。雨降ってるから。あそこで会わないと。私たちあの木のところじゃないと。アルベルベロ。そう、アルベルベロの木。なんでアルベルベロっていうのかな。知らない。アルベルベロって何？知らない。待ってたのに。中瀬で？中瀬のアルベルベロの木で私待ってたよ。雨なのに。あの木、夏の葉っぱが屋根になってあまり濡れなかったよ。でかいから。樹齢1万年だって。大満足だよ。1万年も泣かせてちょっとずつちょっとずつ伸びて、これからもっと伸びて、ねえ、ジョバンニ、いつか宇宙にも届いてしまうの。バカじゃねえよ。どこが？バカだろ、そんな伸びるか木が。夢を見ようってジョバンニが言ったのに。バカって何よ。女が見る夢はバカだ。男ならいいの？男を見る夢は現実になる。それが聞きたいのに。指だと楽しみにしてたのに来ないんだもの。一晩中待ってたのか。増水してる北上川の中瀬でね。危なかろうか。あの木のところで聞くのがいいの。どうして？あの木のそばで聞くと本当になりそうなんだ。君の頭の中の物語、今は君の頭の中だけど、この街で私に夢を見させてくれるのは君だけだよ。バカにしない。一度だってバカにしたことある。私はザネリたちとは違うよ。あんね。なに？明日は顔開きだ。うん、いよいよだ。あれから1万年が経った。1万年前のあの日、時の際あって僕はアルバルベロの苗木を植えた。中でやあの木を植えたのは僕だ。僕と君の体は死んでは生まれ変わり、死んでは生まれ変わり、あの木の傍らで何度も何度も再会を繰り返した。何度も何度も約束した。また会おう、ここで会おう。僕と君はその約束を一度も絶えさず守ってきた。小指が擦り切れてちぎれそうだ。僕の手はひび割れている。全ての指が荒れている。ヒリヒリする。俺は労働のせいだ、引っ込むのせいだ。しかしこの小指だけは理由が違う。君と何度も何度も約束を繰り返したから赤く擦り切れてしまった。痛む？ひび割れてるから、血がつくから。つけてよ。汚ねえよ。続けて。全てのひびは明日訪れる一瞬のため。アルベルベロの木はつい宇宙まで届く。その頂上こそが駅だ。それは音を立てずにホームに滑り込んでくる僕たちは待つだけでいい。明日は川開きだ。北上川が開く。その時にあの木に登っていいよ。夜に宇宙
星々が太陽に照らされ影になり僕たちには見えなくなる。心が透き通る瞬間、もう一度指をつなごう。血を合わせよう。そのスタンプが切符の代わりになる。下車線と向こう。もう降りられないよ。その寂しさを覚悟した僕たちだけがそれに乗れる。それって銀河鉄道。どこに向かうの？未来の果て。そこには何があるの？フォンターナの幸せ。狂ってる。物語を作るってそういうことだよ。切り離されるんだ。何を？命綱を。宇宙でたった一人で切り離されるような、怖くて狂ってしまうよ。今までの僕だったら。今は平気？君が僕の話を聞いてくれるから。ジョバンニ。何？フォンターナの幸せってどんな？苦しみも悲しみもない、病気や貧困もない、牛乳だって飲み放題だ。いつも元気で雨なんか降らなくて、心がとても軽やかだから、狂わなくても物語が生まれる。僕はずっと僕の愛する人々や日和山のツバメや馬子山の昆虫や港で取れるホヤたちや僕らの心臓やお腹が温かくなるような物語を語り続け、君はそれを聞き続ける。そしてその物語は指の隙間から砂がこぼれ落ちるようにいとも簡単に現実に変わっていく。その指を何度繋ごうと、もう決して痛むことはない。だったら私も乗せてほしい、その銀河鉄道。君が教えてくれたんだよ、その物語は。本当の幸せ。もし僕の物語が嫌いじゃなかったら一緒に来てくれないか。サネリだ。見つかる。ごめんね。
さ、お前チェーンと通ったら人だかりできてたわ。なんだろうって思った。何こんなことどうやって伝えたらいいか分かんねえよ。何があったの？おめえになんか教えねえよ。ソネビ誰なんだよお前。クラスメートなのに。お前俺の子分じゃねえの。ジョバンニのこと詳しいんだね。お前よりはな。私の名前知ってる？言って。言うわけねえだ！残り一つ。聞こえる？銀河鉄道の車輪が闇を踏み散らす音。なんて野蛮なんだろう。眠れない。そうだよ、ザニー、君は私の名前を呼ばなくていい。君はここに生き残る人だから。私の名前を口にしたらあなたも死んでしまう。私は死神。私の名前はカンパネルだ。そういったものを吸い込んで皮は開くんだね。
海や山やあるいは宇宙、人をつなぐんだね。開いてつなぐんだね。そう、先生だけ一人の宇宙。先生どうじゃ、なんか雨だし、つまんねえから先生から帰ってきた。笑っていい、楽しいんだろ。川開きだろ、みんなと楽しんどいで。かわいそうだから。どうしたよ、ワンネもお団子なすか。来てないよ。あいつどこにもいないんだよ。一緒に休みたいよ。違うよ、俺あいつのこといじめたいんだよ。お母さんが死んじゃった子いじめんのか。俺邪悪だから。優しい子だね。邪魔に来なかった。あいつお母さんのお葬式にもなかった。みんな怒ってる。やっぱあそこにいるのかな。思い当たる節があるなら行けばいいじゃないか。うっせえんだよ。行ったよ。あいつ明らかに泣かせに向かってるね。ただな、邪魔ばっかりして。あいつ何なの。そういう君は何なんだ。先生、私の名前知ってる。知ってるよ。やっぱり長年先生やってるからね。邪魔が入るなんて思ってもみなかったよ。ジョバンニはどうするつもりだ。私がどうするんじゃないよ、してもらうの。何を考えてる。残り一つ。なんだろう。私こんなもの 15,894 本も出されたの。全部使うまでお前は死神だって。1万年もかかっちゃった。死神か。信じる。まあね、一応。先生、優しい。これ先生にあげようか。いや、欲しいんでしょ、先生。すまんが、欲しくはない。あげない。最後の一個は決めてるの。ジョバンニか。私は死神。これまでたくさんの人の死を見つめてきた。1万年で。好きな食べ物はゲンマン。おかしいよね、死神なんて。そうなのか。先生にはあげない。死神話しすぎな。先生に受け答えはあなたも受け止めてください。死神をやめることができるからか。お前が死神だっつうのは多分本当だ。俺は死神を何度か見たことがある。死神がそのキャンディーを使うところも何度か見たことがある。なあ、お願いだ。俺の生徒を巻き込まないでくれ。今いましい。汚らしい。汚らしい。死神ってだけでそんなこと言われるなんて。傷ついた。おめえが誘導したんじゃねえかよ。死神差別だ。差別、差別。エンマ様に言いつけてやる。地獄に落ちろ。情緒不安定な死神だな。地獄に落ちる必要はねえな。ふざめるか。なんだよ先生、現れるより早く。ジョバンニに会えたか。だけど一緒に遊んどれよ。あいつ俺のコブの癖しやがって、ドンって言ったの。ドンって、帰れって。お尻つかされちゃった。油断してたからだよ。油断してなかったら大丈夫だったんだけど、急にドンってやるから。お尻つかされちゃったか。油断してたからだよ。それで先生に言いつけに来たのか。違う。そうだよな、残念や、言いつけなくしたいもんな。びっくりしたそう。だってショックだってな。牛乳がどうかしたのか。痛い
間に合うかな。先生、どうした？先生も早く来てよ。子供が落ちた。待て、落ち着け。どこに落ちた？川だ。
どこに落ちたか分かんないよ。分かんないからみんなで探してる。じゃあどこから落ちた。アルベルベロの木の一番上から。死ないか。でもまだ死体は見つかってない。僕はやめろって言ったんだよ。なのにあいつカッコつけて。カッコつけて。先生どうしよう。誰が落ちた。残念。泳ぎたい。泳ぎたい。お嫁さんになりたい。
たっけ。なんで、誰がくれたの。バイバイ。あ、もう会うことはないね。ごめんね、切符手に入っちゃったみたい。行くね、銀河鉄道が来る。雨が上がった。銀河鉄道が来た。行こう、カンパネルラ。
いじめてたじゃねえかよ。だって俺夢なんか見れないもん。俺残酷だから、いじめちゃうもん。でもさ、でもさ、俺といた方が楽しいと思うよ。だって俺あいつのことさ、誰にも言わないよ。
過去。過去。そっか、過去だったらまだあるのか。すっげえ。先生すげえよ。神様。違う。ねどうやって過去く？ねどうやって過去く？中瀬に先生の小さな船がある。あ、それなのね。うん、わかった。牛乳持ってく。牛乳は好きじゃん。先生の船、目印ある？先生って書いてある。あ、じゃあ分かった。よかった。俺も覚悟を決めないとな。振り返れば耐え難きもなせばなり、青空に果てはなし。夜になれば明かりが灯り、朝になれば足音が戻り、新陳代謝してく街並み。雪解けの季節が近い、何もかも飲み込む街の雑踏。人は一様に忙しそうに、ひしめきあってはほとんど動けず、ただ寡黙に歩調を強める。90分ごと5分の休憩、喫煙所で呼吸の訓練、繰り返しの途中途中で腰を下ろしては余裕を生んで、いつからか自ら増す自らさ。昼間なのにやけに静かだ、柔らかな日差しの中だから感じる光の温かさ。画面の奥こちらを覗き込む、退屈さえ妙に心地よく、休むことのない時計の針が遠い記憶を余計ぼかした。次々景色は移りゆき、雪吊りの名残だけが住み継ぎ、また日は沈み日は昇り、昨日の明日が今ここに。あるものは子を産み育て、あるものは孤独に飲まれ、あるものは憂うこの国の果て、残る人だけこの指止まれ、残る人だけこの指止まれ、残る人だけこの指止まれ、手また雨は降り風が吹き、凛と浮かぶ青ざめた月、思えば遠くへ来たものだ。こぼれた地獄めいた言葉、カバンに詰まった大人の都合を抱えて歩むのは夜空の向こう。季節は溶けてなくなる雪から風に舞い散る桜吹雪、お互い肩書きが変わった以外はあれから何も変わっちゃいないな。届かないから懐かしくなる、いかに鮮やかにまぶたに浮かぶ好きなやつ同士酒を酌み交わす。昔話とグラスが積み上がる、いずれまた困難は降りかかる。でも大丈夫、俺たちには次がある。両手からこぼしたものを借り、探してみても元には戻らない。ならば全てを集めてしまおうとせずに一旦忘れてみなよ。たとえ時間を巻き戻せても、足を止めても、先を読めても、小さな願い一つとて変わる。ならば無心に祈るのではなく、いつまで経っても消えない傷はそれぞれが持つ見えない地図だ。水面に揺れる今を見つめる、時は無常だ、よし歩こうか。目に見えるものがそこになくても、その時が来れば思い出すでしょう。ただそれだけのことを悲しむな。それじゃあまたいつか、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 またいつ、いつか。そう、対向列車とミックスするため一旦ホームで一服しようか。太巻きの木炭をパイプに詰めて、またいつか会えるから先を急ごう。
全然進んでないやと思ってまた乗った、うん、また降りた、うん、また中出た、うん、全然なねえんだよ。そうか、北上川の川の流れと極に進んでる。変だね先生。ここいつもの場所だよ。教室なんかなんか雰囲気違うよ。ゾネリア先生の生まれた町で。でもさ、でもさ、アルベルベルの木、俺のしてたのと違ってたよ。違ってた。背が低いの、すごく低いの。ジョバンニ先生、ジョバンニだ、帰ってきた。なんだよおい、邪魔か。待ちなさい。お帰りなさい待ちなさい、いきなり告白するんじゃないよああ、キミちゃん。ああ、いろり、今着いたとこ。何それ、ね、何それ。スマートフォンだよ。あ、何それ、ちょうだい。ほら、残念、こっち来なさい。何でもかんでも欲しがるんじゃない。しちゃうけど聞いてね、ザネリちゃんのこと。え、
死んだのって佐藤君のせいだったんじゃない？何にも知らないくせに勝手なこと言ってんじゃねえよ。知らないよ。私が知ってるのはあだ名だけ。本名も知らないし、どんな性格だったのかも、どれだけ彼女が佐藤君のこと愛してくれたのかも全然知らない。知らないから私はただ想像しただけ。めちゃくちゃ愛してくれたよ。亡くなったのってバイトの帰りだったんだよね。雨の中働いて疲れて帰り道にガス欠になって、バイクが動いてたら助かったかもしれないけど、そもそもガソリン入れるお金もなかったのは佐藤君のせいだったんじゃない？やめてくれるかな。じゃあ君は酔っ払うたびにザネリちゃんのこと話すのやめてくれるかな。君が彼女のことをどれだけ愛してたのか知ってる。知りたくなかったり聞かされてたり。170円あったから50円でいいよ。酒やめろ！無茶ばっかり言う。これ全財産？お願い、50円だけでいいから貸してください。かわいそう、私じゃダメだったみたい。ザニーちゃんの代わりになれなくてごめんね。あいつはさ、いつも俺に話しかけんだよ、ひっきりなし。俺が動けば、何俺が喋れば、なんでうるせえし、めんどくせえけど、面白いんだよ。まだ続ける？お前はつまんねえ。はぁ？俺のことさ、貧困バカにするけど、ザネちゃんの代わり？その発想のままが貧困だよね。愛してるよ。は？嫌いにならないよ。愛してる。じゃあ、金貸せろ。先生。はい。辛いっす。佐藤くん。だよ。ありがとうね、付き合ってくれて。別れる？銀河鉄道の話聞くの好きだったよ。いつも感想うまく言えなくてごめんね。本当にいいなって思ってたよ。佐藤君の芝居も好きだった。もっとやればよかったのに。二人で外食するの好きだった。全部私のおごりだったけど、手つなぐの好きだった。ひび割れててひどい感触だったけど、いつも左手だったよね。右手つないでいい？どっちでもいいだろ。右手がいい。ダメ。もう手遅れなんだね。分かった。お金あげる。返さなくていい。戻してくるね。ありがとう。ここで待ってる？どこでも。じゃあさ、中瀬のアルベルベロの木で待ち合わそう。銀河鉄道来るかもしれないし。そうだ。一つだけお願い聞いて。いいよ。生まれ変わってもまた会って。いいよ。今度は失敗しないから。頑張れ。頑張る。ねえ、銀河鉄道の切符欲しい？そうだ、欲しいね。教えてあげるね。それはね、ホンタウの悲しみ。そう。ホンタウの幸せを手に入れるには本当の悲しみが必要なの。どうかな。つまんねえな。そうやろう。待ってるね。食べた。腹減ったな。神の持ち物だからね、わからないよ。本当の悲しみ。もっと過去に行ってみるか。もっと悲しいものを見るかもしれない。そうする。
右手だよね。うん、ジョバンニ、右手守ってた。どうする？行け！ここからの覚悟はもっときついぞ。ひどい？ここまで見てきてよく分かったよ。最低だな。死神だから。
俺の生徒だったら叱ってるとこだ。そのうちあなたの生徒にも生まれ変わるから、その時叱って。怒鳴って叱るよ。愛してたらね。愛してたらね。愛されたい。死神だから愛されるはずないんだけど。それね、基本殺しちゃうから。まだいっぱいあるの。おびただしい量だよ。甘い匂いで吐き気がする。この数だけ人を殺す、さすがに参っちゃうよね。でもね、何？最後の一つだけは人を生き返らせることができるの、うん、それだけがこの仕事の救いだな。それ使い終わったら死神の仕事もおしまいか。そう、消滅しちゃうわけだ。銀河鉄道に乗れれば話は別。いいじゃない、死神だって幸せになりたいよ。それでジョバンニにこだわるわけな。あいつと一緒じゃないと銀河鉄道乗れないもんな。あの人の魂、信じられないぐらいタフだから、なかなか本当の悲しみまでいかないと思うけど。カズだね、私はカズで勝負。そんな簡単だよ。何？ザネリを殺せばいい。ジョバンニが本当に愛してるのはザネリだよ。私だよ。そう、私だよ。本気になっちゃったか。約束したんだから。いいよ、好きにしなよ。なるようにしかなんねえから。でもあれだよ。何よ。お前は負けるよ。負けるはずがない。もう負けちゃってんだよ。私がいつ負けるの？いつ負けたの？最初から負けてんだよ。私にはアルベルベロの木と秘密の呪文がある。未来の果てまで何度だって生まれ変わるし、何度だって出会える。その度にザネリだってついてきちゃう。なんでなんでっつってさ。ザネリ殺す方法考えた方が早いって。やちゃくちゃ。なんで答えないの？お前も本当は分かってんだろ。ジョバンニが不幸せになっちゃうって。ジョバンニが必要としてるのはザネリの方だって。お前それ分かっちゃってるからザネリのこと殺せないんだ。簡単だぜ、あんなの殺すの。どうすればいい？あのガキを絶望させる。どうやって絶望させる？死ねえよ。死ねえんだよ。お前がやけを起こしてこの町の人間全部殺したとしてもさ、あのバカそっつって次の日はブランコ作って遊び出す。私は死神だ。その気になれば命そのものを支配できる。絶望させることなんか簡単にできるけどね。無理だっつってんの、死神ごときが。あれは希望の塊なんだよ。覚えておけよ、テストに出るぞ。希望は殺したって死なねえんだよ。先生が教えたいのはそういうことです。はい、今日の授業はい、ディス。ジョバンニと銀河鉄道に乗るのは私だ。そうだね。未来の果てに行くのは私だ。そうだね。フォンターの幸せを手に入れるのは私だ。フォンターの幸せが未来の果てだけにあると思うのよ。え？ザネリが向かってるのは過去の果てだよ。過去の果て？希望が生まれた瞬間。希望が生まれた瞬間。レイ、着席。なんだ、あなたも私と同じじゃない？どう？ザネリを利用して幸せになろうとしてるんじゃない？ちょ、違うよ、なんだよ、俺のお前。着席！行き着く先は、どうせ過去じゃないか。私は未来に行く。命をそのせいにするんじゃないよ、うん、私は未来に。かっこいいな。でもね、過去にこだわるやつだって悪くはないよ。幸せって幸せじゃない。その、うわーっとなってキラキラしたやつを思い出すときに、それはもうないって思うから、ズーンって暗くなって、こう、かっこ悪くなるのであって、その、わーっていうのを蓄積できれば、わーわーって言って、私は過去に、あ、かっこいいぐらい。かっこよくはないんだけども、こうしてこう孤独な時間をね、独り言で持て余してる間にも、ザネリすげえ遡ってんな。え？何回目の先生だよ。ただ、どうした？迷いっつ。休みな、すぐ吠えってなるか。水飲むか。な、海のな、町の女なのに、助けてです。ちょっと待ってろ。お情けない。
変わる街なんだね。どれくらい遡ったかな。さあね、今日ね、川開きみたいだよ。街の中、ガキどもがはしゃいでた。川開きってずいぶん昔からやってるんだね。川と共に生き、川と共に死ぬ、その主要無常を祀る川開きなんだね。行く川の流れは大事して、しかも元の水にやるぞ、ね、よどみに浮かぶクソガキは残念、バカの面、久しくとどまりたい、ね、おかわり。それは性欲の高ぶりでそうなって
ってるだけよ。じゃあいない？その心に。あ、中だけでいいですから。そこから寝技に持ち込む気でしょう。愛してます、うん、質問に答えて。いない。本当に？ジャネリーって女の子の名前じゃない？あだ名だよ。本名は変わる。女の子の名前じゃない。男だっているよ。面倒な名前。面倒なのはお前だ。ジャネリーは友達、恋愛感情はない。絶対恋愛にならない。本当に？どうしてテストみたいなことする？落ち着いた？そういうことか。好きよ。いつか本当に銀河鉄道に乗せてね。それは俺の妄想で。男の夢は現実になる。私はそれを100年でも1万年でも待つ。結婚相手は死神でよかったよ。ちゃんととどめを刺して。とどめ？私の不安に。俺、君のこと本当に本当に好きだよ。愛してる。安心してくれ。これから何万年と一緒にいるんだから、そんなつまらないことで不安にならないでくれ。まだ。アイスからおいで。子供に帰る。
か作ってっから本当は悲しみが出ないようだったな。あれ、いない。なんだろう、一緒に聞こうって言ったのに。最後まで一緒についててやらなくてごめんな、サヌリ。どこだよ、おたんこなす。おとなしく聞けて偉かったね。いい歌だったよ。ちゃんと拍手できて、いい子だね。懐かしかったよ。先生、消滅しちゃうけど頑張れよ。寂しいよ。ごめんな。死にたい。頑張れよ。先生、いつかまた先生の子で生まれてきてくれな。悪いことしちゃうよ。いっぱい思いつくんだからね。俺邪悪だから。いいんだね。例えばね、思いつかないよ先生。叱ってよ先生。叱って。サヌリ、叱ってよ。サヌリ、叱って。愛してるよ。ザネリはそんなにジョバンニのことが好きなんだい？ザネリだ。
おかえり。え？包丁取れた。見えるの？お前なんで苗木抜いちゃうんだよ。抜いてやろうと思って。いや、そうしたらさ、そしたらもう会えなくなるから。いや、そうだよ、何やってんだよ。
一番ホラースポーツサンバリアナホームラインカイスカシンドシャライチフォンバッタリアナダスバレーしていた一番ホラースポーツサンバリアナホームラインカイスカシンドシャライチフォンバッタラッタダンバッタラッタダンタネリエ
きな銀河鉄道のクリア